アダマンチュームは、マーベルコミック発行のアメリカンコミックに登場する、架空の金属。X メンの一人、ウルバリンの骨格と爪に結合している物質として、よく知られている。アダマンチュームは、ライターのロイ・トーマスとアーティストのバリー・ウィンザー・スミスと、シュド・ショアーズによって、アベンジャーズ66で、ウルトロンの外角の一部として登場した。作中では、 アダマンチウムの破壊不能性が大きく、クローズアップされた。アダマンチウムは、ラテン語を元にした造語で、ラテン語の、アダマンズ、アダマントムに由来する英語の名詞と形容詞、アダマントに、設備語の EM が追加されたもの。形容詞、アダマントは、ダイヤモンドのように非常に高い高度の特性を、表現したり、非常に堅固なあるいは断固とした立場を表すために、 古来より使用されてきた。アダマントとその文語体、アダマンティンは、すべてマーベルコミック作品で、アダマンチウムが使用される以前に、妖精の女王、失楽園、ガリバー旅行記、トム・ソーヤーの冒険、指輪物語、映画、禁断の惑星などの作品で用例が見られる。アダマンチウム合金の核成分は、別々の塊として準備される。アダマンチウムは、 これらのブロックを一緒に溶融し、重脂が蒸発する間に、核成分を混合することで調整される。液化した合金は8分以内に鋳造する必要がある。アダマンチュムは非常に安定した分子構造を備えているため、一旦硬化した後では十分な温度を加えてもそれ以上加工することはできない。固体では、高グレード孔やチタンのように光沢のあるアンハイ色を呈する。 個体のアダマンチウムは、ほぼ破壊不可能で、鋭い波状に成形された場合、最小限の力で、ほとんどの個体に切り込むことができる。ウルバリンは、X 面の宿敵アポカリプスの実験室で、アダマンチウムが定着された、頭蓋骨を発見し、長い間ここにいたようだと呟いた。アダマンチウムは、マーベルコミックの様々な作品に登場する。 マーベルコミックはいくつかのタイトルで魔のアダマンチウムの亜種としてセカンダリーアダマンチウムを登場させている。これはアダマンチウム製の機械や武器が破壊された理由を説明するためとされる。例えば、などがある。アルティメットマーベル世界でのアダマンチウムはテレパスによる精神探査や攻撃に対する防御能力を持つ。アルティメット版のウルマリンと レディデスストライクに用いられているアダマンチウムは破壊不可能性を持つが、アルティメイツ5でハルクがアダマンチウム製のニードルを破壊し、アルティメット X メン11ではアダマンチウム製のケージが爆弾によって損傷を受け、アルティメット X メン12ではセイバートゥースの4つのアダマンチウムの爪の1つが壊されている。ありがとうございます。